向こう見ずな今日破り捨てた昨日に手を振るよ振り向きもしないで Beauty Fly 手を伸ばせば星屑の香水が夜空を埋め尽くした間違いじゃない午前1時にこの街の真ん中で僕は歌を歌う Beautiful life is gonna be light Beautiful life is gonna be light Beautiful life is gonna be light Beautiful life is gonna be right全く素晴らしい。いずれも画家の真の姿が響いているように思います。皆さん、結論は出ましたかな？私船村はこの度発見された作品群が佐伯雄三の新作に間違いないと判断いたします。皆さんの意見をお聞かせ願いたい。私も新作だと思います。ええ、荒削りながら素肌を出したような面白さがあります。新しい佐伯像を発見しましたな。ジミ先生、先生はどう思われますか？ぜひ忌憚のない意見を聞きたい。私は明らかな贋作だと思います。1億と言ったら1億です。それ以上はビタ一文もまかりませんな。藤田さん、1億は無茶だよ。とてもそんな予算は出ません。だいたい市議会が承認しませんよ。しかしね、失礼ながらお宅の私立美術館は大した作品をお持ちでない。佐伯雄三の自画像が1億なら目玉として安いものですぜ。いえいえ、それがですね、藤田さん、この度ある方から17点もの佐伯作品が寄贈されたのです。おお。もちろん専門家にそれらの絵を鑑定してもらいました。結論を言えば全て新作。佐伯雄三の未発表作品は十分美術館の目玉になります。うちとしてはこれを機に佐伯作品を充実させ美術館の特色を打ち出していきたいのです。佐伯雄三。洋画家佐伯雄三、1898年大阪生まれ。画家としての生活のほとんどをパリで過ごし、鋭い感性と奔放な筆致でパリの日常風景を描き続けた。旺盛な創作活動の中で結核を患い、さらに精神に変調をきたし、1928年フランスで学死した。享年30歳であった。カタログもすでに出来上がっております。これら未発表コレクションに自画像が加われば展示に厚みが出るんですがね。そもそもこの作品はどういう来歴のものなんです？1年前のことです。パリ郊外で売りに出された屋敷から発見されました。どうやら第二次大戦直前、佐藤という日本人実業家がパリを去る前にその家主に預けていったようです。絵と一緒に見つかった書簡によると、佐藤氏は佐伯雄三の知られざるパトロンだったのです。真贋を鑑定した専門家の先生とはどなたです？東大一流の学者先生たちですよ。武蔵野美術館館長、国立芸術研究所所長、日本美術大学学長、西東京芸術大学教授、そして審査会の会長を務めたのは美術界の大御所、船村源太郎先生です。船村源太郎。船村先生の文化功労賞受賞をお祝いして乾杯。乾杯。
クズと、あのおじいさんそんなに偉いの？偉いの偉くないのって、日本美術館連盟理事長、美大の名誉学長、美術評論総合会長、肩書きは数知れず、全国の美術館館長の人事や作品購入に絶大な影響力を持ってる。そして何より俺の大学時代の恩師でもあらせられる。へえ。さてご挨拶してくるかね。あ、私は？少しこの辺で待ってろ。うん。この度はおめでとうございます、船村先生。君は？藤田玲二です。10年前にニューヨークでお目にかかりました。おお、メトロポリタンにおった藤田君かね。ご無沙汰しております。君、最近いい評判は聞かんぞ。偽物専門画廊の傍ら、裏では怪しげなビジネスを手広くやっとるとか。ご冗談を。うちなどは実にささやかな商いでして。まあいいがね、あまりおかしなことはせん方がいい。肝に銘じます。ところで今日はジミ先生はいらっしゃらないのですが、てっきり来られているものと思ってお会いするのを楽しみにしてきたんですがね。知らんな、遅刻じゃないかな。パーティーが始まってもう1時間です。ジミ先生は時間に正確な人でしたが。藤田君、その赤い腕時計はいただけませんな。え？美術品ディーラーとしてセンスを疑われるよ。身につけるものの色使いにはもっと気を使った方がいい。その噂、本当かい？ああ、間違いないね。すると、ジミさんは首かい？そうらしい。天領市立美術館の審査会で一人贋作説を主張して船村大先生の不況を買ったってさ。館長を務めていた市立美術館も大先生を恐れてやんわりとだが、ジミさんに引導を渡したとか。ジミ先生。いやあ、藤田君か。久しぶりだね。やはりいらしていましたか。お久しぶりです。せっかくの先生のお祝い事なんでやってきたんだが、実はいろいろあってね、今僕が顔を出すとややこしくなる。ここで乾杯さ。文化功労賞おめでとうございます。天領市立美術館の佐伯雄三、やはり贋作でしたか。君は今贋作専門の画廊をやっているそうだね。ならば現物を見ればわかるさ。はあ、先生、私は学生時代の忘れられない講義があります。佐伯雄三の自画像に関する先生の講義です。ああ、あれか。いやしくも美術を語る者なら佐伯のごとく生きよ、かね。はい。あの頃の君は熱心だったね。先生は今でもあの言葉のようにお考えですか。ああ、そう思っているよ。藤田、もうひどいよ、勝手に出てっちゃって。私酔っ払いの親父につきまとわれて困ったよ。もう藤田はいつも先頃、天領市立美術館に寄贈された未発表の佐伯雄三作品がかつての帝都美術賞クラブで贋作の鑑定を下されていたことが分かりました。帝都美術賞クラブとは一流の美術賞たちで構成された組合であります。この件に関して藤田、大変だよ、これ見て。代表のコメントです。あ、
例の佐伯作品の件か。佐伯ならではの迫力がちっとも。我々審査委員会の見解は変わりません。コレクションは新作です。このような騒ぎは全く遺憾なことです。あれが贋作だとおっしゃるなら鑑定書を見せていただきたい。美術賞クラブの鑑定書はないのですか？帝都美術賞クラブは鑑定書を発行していないと言っています。ただ鑑定し口頭で結果を伝えたのみだと。そんなデタラメがありますか？海外において美術品に鑑定書はつきものです。だから日本の美術界は、あれが贋作だとおっしゃるなら鑑定書を見せていただきたい。美術賞クラブの鑑定書はないのですか？口頭で結果を伝えたのみだと。そんなデタラメがありますか？海外において美術品に鑑定書はつきものです。だから日本の美術界は、ああそうですか。あ、いえいえ、ご無事で何よりでした。はい、先生にはくれぐれもお大事にとお伝えください。藤田、大丈夫かな、あのおじいさん。ああ、もう意識はあるし言葉も喋れるそうだ。すぐに処置できたのが良かったんだろう。どうして美術賞クラブは鑑定書を出さないのかな？贋作商売は何もギャラリーフェイクの専売じゃないってことさ。え？こいつは新作とは言いかねるが、かといって贋作とも判じがたいとか曖昧なことを言って10分の1ほどの値段で客に売るのは一流画廊でもよくあることだ。そんな場合、贋作の折り紙付きではさすがに客に売るわけにはいかなくなる。だから贋作と鑑定しても贋作であるという鑑定書は付けない。それが業界の暗黙の了解、悪知恵さ。それじゃあ結局みんな偽物売ってるってこと？いつも藤田のこと悪徳画商ってバカにしてるのに、やってること一緒じゃない。汚い汚い汚い。世の中に悪者は必要なのさ。はい、ギャラリーフェイクですが。はい、ああそうですよ。なるほど。ということは佐伯雄三の件ですね。わかりました、伺いましょう。ご存知かと思いますが、天領市立美術館の佐伯作品です。審査会の先生方が私なんぞに何の依頼かと思えば、今話題の佐伯雄三の再鑑定ですか。藤田先生のご意見を拝聴したいと思いまして。もちろん十分な謝礼はいたします。ここは先生の敬願で何卒よろしくお願いしたく。つまりこういうことですか。船村さんが倒れてこっち、贋作説が俄然勢いを増した。船村さんの新作説にただすり寄っていただけの先生方はもはや右往左往、世の流れに従っていっそ贋作説に乗り換えたいが、その確証が欲しい。違いますか？しかしこの鑑定、私には荷が重すぎますよ。そんな、藤田先生お願いします。お偉いさん方の揉め事に巻き込まれるのはごめんですね。私なんかよりもっと目利きの先生がいらっしゃるはずですね。例えばそう、ジミ先生とかね。ジミ先生？それは無理です。あの人は船村先生に干されて。そうですか。じゃあ勝手にしなさい。私にはできませんよ。藤田さん、藤田先生。藤田君、それは買いかぶりすぎだよ。あれは全くの受け売りでね。受け売りですか？そう、船村先生、
船村源太郎先生のね。藤田君、たとえ人の言葉を借りたとしても、自分が真に心打たれた言葉であれば、その言葉が自分の言葉以上のものになる時がある。私はただ船村先生の教えのままに生きてきたに過ぎない。いやしくも美術を語るものなら、佐伯のごとく生きよ。こんにちは。こんにちは。船村さんのお見舞いですか？ええ。私がお分かりでしょうか、先生。申し訳ない。倒れてからすっかり視力が落ちてな。藤田です。最近富に評判の悪い。おう、藤田君か。元メトロポリタンの。天領市立美術館では佐伯コレクションを贋作と認定して展示を取りやめる方針のようですね。私にはもう関係のないことだ。この体では引退同然だよ。佐伯作品の選定会の時、先生はすでに視力がかなり衰えていらしたんでしょう。パーティーで先生は私に赤い腕時計はよろしくないとおっしゃいました。しかし、あの晩私がしていた時計の文字盤の色は、緑でした。おそらく、ジミ先生も船村先生の目のことは気づかれていたと思います。船村先生は、佐伯雄三の自画像の話を覚えておいででしょうか。顔のない自画像の話です。日本の美術学校を卒業したばかりの佐伯はパリに渡ります。その頃の佐伯の画風といえば、ルノワールのアリューであったり、セザンヌのアリューであったり、ただもう憧れの都パリの土を踏んで有頂天のおのぼりさん画家に過ぎませんでした。そんな佐伯が出会ったのが巨匠モーリス・ド・ブラマンク。彼は正規の美術教育も受けず、独学で画家になったフォービズムの雄です。感情をあらわに、色彩を叩きつけるような筆使いが持ち味でした。佐伯の持参した作品を一別して、ブラマンクは激怒します。アカデミズムに染まったくだらん絵だ、絵に全く生命がない。1時間半もの間、その巨体を震わせ、佐伯を罵倒し続けたといいます。この出会いを境に、佐伯の絵は一変します。芸術とは内面の告白である。人真似など言語道断。徹底して己そのものを描くべし。ブラマンクの怒りをそのように受け止めたのです。ブラマンクと出会った頃に描かれた佐伯の自画像は、顔が無残に消されています。それは、佐伯の痛々しいまでのショックと、決して巨匠の真似でない、新たな自分を探し出す決意の表れだったのです。学生時代、ジミ先生の講義で聞いて以来、忘れられない話です。ですが、これは船村先生の受け売りだったそうですね。ジミ先生から聞きましたよ。ジミ先生はこうも言っていました。私はただ船村先生の教えのまま生きてきたに過ぎないと。いやしくも美術を語る者なら佐伯のごとく生きよとね。ジミ先生は船村先生に逆らったのではありませんよ。船村先生の教え通り、巨匠に追従せず、自分を信じ、自分の考えを押し通しただけです。今、美術界は先生の後継者をめぐって、混迷の極みです。
候補に挙がっているのは、自分の考えも貫けず、周囲を伺いながら流れになびく方々ばかり。このままでは誰に決まっても先は見えています。たとえ先生の二つの目が見えなくなったとしても、まだ心の目で見直すべき人間がいるのではありませんか。さて、山の色だな。あなた。うん。あなた、お電話入ってますよ。船村先生からですよ。自らの衣装も手掛ける踊り子の真の姿は、なんと巨大服飾ブランド菊島の御曹司菊島春夫だった。父菊島光夫の死が理想に燃える弟春夫と儲け主義の兄明夫の関係をますます悪化させる。そんな時、祖母が残した美しい小切れのコレクションが春夫の運命を変えていく。次回ギャラリーフェイク、小切れの花、ご期待ください。